これから NHK 経営会議を始めます。お話は NHK から国民を守る党代表立花隆先生、放送政治連盟聴導員大学総裁です。私はこの1月5日の衆議院の予算委員会を見てみたところ、民主党の品議員が NHK 問題を質問に取り上げて何を言うのかと、去年の延長戦やれるのか思ってたら2億円の不正送金、いや不正を使い込んだと子会社が、まあ、前からいろいろ私も聞いてましたから、まあ、そういうのは常に行われてるということで、まあ、認識してたからあまり驚かなかったんだけれど、よくよく聞いてみればですね、年から年中365日子会社関連会社等でそういう不正の金が何十億、場合によっては何百億動いているという、まあ、事実を知ってですね、やはりこの、まあ、NHK に限らず各省庁の予算の使い方というのは単年度決算会計でその予算を余らすと翌年度に響くということで、余らすことが許されないという、この甘い体質が余った金はどんどん子会社へ振り込んじゃおうという流れになるのではないだろうかと、まあ、いうことで、そうそう、まあ、立花先生にも電話をかけて聞いてみたら、まあ事実そういうことがもうずっと続いていると、この、まあ、悪い慣習を直さない限りNHK はやっぱり金銭的に完全に麻痺してるんじゃないかと、金の使い方について。だから給料も1800万円平均もらっててもあまりピンときてないんじゃないかと、その格差についてもあまりしてないんじゃないかと、その辺のことをですね、今日はまあお話を、立花隆江さんから伺いたいと思っております。よろしくお願いします。はい、改めまして NHK から国民を守る党代表で、今船橋の方で市議会議員をしております立花隆でございます。まあ、私は NHK に19年4ヶ月経理要員として、主にこう裏金を作る対策の最前線でやってきた人間で、まあ、その NHK の裏金の作り方や、まあ、犯罪行為をですね、調査するチームになったのが2004年の7月です。東京の編成局というですね、NHK 渋谷の、まあ、これ非常に手前味噌になりますが、優秀な NHK の中でもエリートが集まるところです。私の右隣に座ってた女性職員は、高村副総裁のお嬢様でですね、まあ、とにかく NHK の中でもですね、正のその経理マンが集まるところにいました。で、まあ、その中で、まあ、不正を見つけていく仕事、これまでは不正をしていく側、報道局というところにいたんです。で、週刊新潮から電話があって、なんと私のこの左側に座っている上司がソウル支局長の約4000万円ほどの裏金作りに関与している疑いが新潮の取材で今度分かって、まあ、不正を調査している人たちが、まあ、僕も含めて不正をしていると。で、新潮の電話にはもういないと、イルスを使えというような、まあ、むちゃくちゃな指示が出まして、それからもう今年で2年目、もう丸11年過ぎて12年目なんですが、まあ、NHK のこの不祥事、お金に対しての不祥事に関しては止まることを知りません。で、今も続いているし、どうせ止まらないのかっていうと反省してないからですね。普通の会社だったらここまで不祥事があると間違いなく潰れるじゃないですか。資産がなくなるっていうのもそうですけど、信用がなくなるわけですね。で、今総裁から紹介があった NHK iTech という下請け会社とか関連会社なんですが、まあ、部長以上は全て NHK から天下ってる人です。管理職のほとんどが NHK から出向なし転籍、まあ、転籍はもう行ったっきり帰ってこない、55歳以降かなの制度で、出向というのは3年とか5年で帰ってくる、まあ、いずれにしてもNHK の関連会社で管理職をしている、特に部長以上は全部 NHK の職員なんですね。で、そこで、昨年12月17日に2億円というですね、
お金が詐取された、は横領されたということなんですね。でこれがほとんどニュースになってない。でなぜニュースにならないかっていうと、もう一般国民はまたか、総裁もご存知なかったですよね。ですね。でじゃあこのアイテックという会社がどれぐらい、NHK じゃないですよ、この NHK の下請けの NHK アイテックっていう下請け会社がじゃあどれぐらいの犯罪、金銭犯罪に限ってですがやってるかっていいますと、昨年の4月に、まあ、他の関連会社が不祥事があったので、もみ会長が自分の知り合いの小林さんという弁護士に頼んで5600万円の調査費を使って調査をしました。でその調査結果が去年の2015年4月に出てきまして、これ以上の不正はないという報告があったんですね。その調査経費が5600万円もかかった。まあ、これも民主党にかなり叩かれたんですが、あなたのもともと使ってた弁護士をね、使って5600万円という法外なお金使うのどうなのということで、去年の4月に叩かれたんですが、その後この調査報告が出て、たった2ヶ月後です、去年の6月、4月に不正はないという調査結果が出たんですが、2ヶ月後の6月 NHK アイテックの部長が空出張で約240万円を横領、これ新聞に載ってます。 NHK も認めてます。これに対して、まあ、NHK アイテックの人からも直接情報もらってるんですけど、もうニュースにならなくなりましたねと、まあ、いうようなことがあって、これも実は隠してました。発表されたのは6月30日なんですけど、諭旨免職になったのは4月だったんですが、これを隠そうとしたんだけども内部告発で隠せなかったと。でその後ですね、 NHK インターナショナルのエグゼクティブプロデューサーが、これは危険ドラッグの輸入で金銭関係ないんですが、こんなものもあったり、10月に個人情報をですね、持ち出して、元集金人が船橋の営業センター長を脅したりというのが去年10月になりました。で11月にはクローズアップ現代が BPO によってやらせだと、重大な倫理違反があったという認定がされて、で、12月1日に山形放送局のお天気のお姉さんが生放送中に号泣したっていうの、こんな事件もあったんですけど、いじめが原因だと言われてますけどね。まあ画面と全然コメントが違うのを出されて、いじめられたという説があって、もうこの子はその後出演してないという情報が入ってます。でまあその後ちょっと戻れば、今度はアイテックの今問題になっている、国会で問題になっている約2億円の横領事件が発覚した。これは国税、東京国税局による摘発ということで発覚をしております。で今総裁からご指摘あった、本年1月5日国会で民主党の品議員が NHK に対してこの2億円どうなってるんだと質問をした翌々日になります、1月7日、さらにまた NHK アイテックの社員、九州の部長が500万円をまた不正にキックバックを受けてたと、少なくとも500万円ということで、1月の7日にそういった不祥事が出てます。ですから NHK アイテックだけでもこの7ヶ月で3件の金銭不祥事、240万円の空出張と2億円の、まあ、不正発注、そして約500万円の不正発注と、まあこれだけやっても国民がもう怒らないですね。で当の僕もこれだけ NHK 問題を追及してる私もですね、もうこれを言っても有権者や国民に響かないので言わなくなっちゃったんですね。で今日総裁から電話があって、あそうだそうだ大事なことだから言わなきゃいけないんで、完全に NHK に僕も毒されてしまっててですね、でこれまでにじゃあどれぐらいのものがあるかっていうと、ちょっとざっくりと言ってきますね、はい、NHK の不祥事っていうのはこの10年間で約80件あります。50日に1度ペースです。金銭犯罪でいったらどんなものがあるか、まあ、ちょっと面白いのがあると、1年ちょっと前に12月旭川放送局職員が17歳少女の財布から3万3000を盗み、ラブホテルから逃走、窃盗罪で逮捕こんなようなちょっととんでもない事件から、まあ報道局の女の子が盗まれたカバンをですね、自分が紛失したのにバッグをね盗まれた、嘘の申告をして警察官100人動員させて、書類送検されたとかですね、まあ、お金絡みもかなりありますね。NHK 出版の編集長が1350万円を不正流用、懲戒免職、これが2年前の3月、後ろ放送局職員が出張旅費を水増し請求し、155万円を着服、
これが2年前の6月です。3年前になりますが、10月です。2年半ほど前ですが、技術研究所の主任研究員が架空発注で約280万円を詐欺、懲戒免職と。いくらでも出てきますけどね。まあ一番最初にことの発端は、今申し上げた2004年に発覚した紅白チーフプロデューサーの2億円の横領。まあこの時の2億円はかなり騒いですね。2億円を横領して愛人に貢いで高級ワインを開けてっていうのはかなり騒がれたんですが、同じ2億円を今回 iTech がやったんですが、ほぼほどされた。さあ皆さんはどう思いますかと。2億円でこれ公表しているのが2億円であって、調べていくともっと増えていくんです。ああ、そうそうだ。これはもう間違いないそうですね。あの紅白チブルーサーの時も最初は2000万円、1800万円と言ってましたから、蓋開けてみたら最後1億9000数百万円、約2億ということで、でこれ僕ね、あのちょっと僕も驚いているのが、部長2人240万円のから出張と500万円のキックバックは、これは部長職なんです、50代の。部長の立場になるとできるっていうのは分かるんですね、決裁権があるから。で2億円持っていったのは40代の平社員なんですよ、2人で6年間で2億円。これはちょっと部長もだから裏ではもらってんじゃないかなって見るのが自然ですよね。っていうのは決裁権ですね、いわゆる決定員を押さなきゃいけませんから、その決定員を押せる人じゃないわけですよ。でしかも6年前からやってるということは35歳ぐらいからやってたということですから、どう考えても副部長でもない管理職でもない状況からやってたということは、当然黙認というか、その2億円からそのアイテックの上司にお金が、この2人はねプロパー社員といって、2億円を不正に横領した2人は NHK の人間ではなくて、その NHK アイテックというところで直接採用された人だと言われてるんですが、まあこの人たちがそんなことをできるっていうのは、おそらく NHK から下ってきた人と内通してないとまず無理だ。ちなみにこのアイテックという会社は昔全日本テレビサービスという会社で、 NHK から古くからある関連会社です。で、非常に高いことで有名なんですが、僕もここの査定とかもしてたんですが非常に高いですね。でその後1990年に NHK アイテックに社名を変更しまして、で主にアンテナの取り付けをやってる会社です。あ、アンテナの例えばスカイツリーから電波を出して、そこを出すのは送出技術なんですが、受信技術が特にメインです。だからその出てきたアンテナを山の上で受けてですね、山の上から各お家に山間、そこにケーブルでつないでいく。都会でもですね、ビルの陰で映らないとかなると、そのアイテックが出て行ってですね、ビル陰にならないところに一旦アンテナを立ててこうクッションさせてやるとか、ケーブルテレビで引くとかね、まあ、そういうことをやってる会社で、全然番組制作とは一切関係のない会社です。で年間の売上がね、300億円ぐらいなんですよ。300億円ぐらいの売上で2億円持っていくっていうのは、売上ですからね、だから利益がおそらく何億、まあ、あっても10億、何十億でしょう。まあ、300億やってですね、利益率がやっぱり高いんじゃないですか。いや、高いです。もちろん高いですよ。だからまあ、50% ぐらいの粗利益は、まあ、さすがに上げてる場合もあるだろう。表向きには NHK の管理費っていうのは約9、7から9、高くても10なんですね。管理費というんですが、NHK の下請け会社、関連会社の利益っていうのは、これはまあ NHK がそのいくらまで利益を取っていいというのは決めるんですよ。それを超えてというとなかなかなんですが、371億で今ホームページ見てても売り上げあるんですが、まあその NHK 本体は金が余ってるので、とにかく関連会社流したいんですよ。NHK というところは単年の決算なので、お金が余るとどういうことが起こるかっていうと、受信料を値下げしろって言われちゃう。受信料の単価を下げろと言われるので、余ってお金を出したくないので、関連会社にプールさせたいんですね。で関連会社に例えば100万円の工事を200万円で見積もりを出させて、それを100万円しか使わないのに200万円払うと。当然1000万円のものを2000万とかも普通にするの で、それ僕がやってたんですよ。ああそうか。僕 NHK の在職中それをまさに自らやってるんです。やってた。で僕の場合は政策なんですけど、どういうことかって、最初に総裁からお電話いただいた時に、そのアメリカ総局の
そうのあったでしょ、あれ5億円あれ5億円ね、彼のその不正に対しても僕ははっきりと言いますが、これ彼が不正をしたっていうことを書いた月刊テイミスは訴えられて負けてるんです。テイミスが書いてそういう局内で5億円詐取してる、まあポケット入れてる噂があるって書いたら、北村さんってあの弁護士、三浦和義を無罪にした、はいはいはい、あのロス疑惑のね敏腕弁護士を取り上げてテイミスは負けてるんですが、それでも僕はあえて言いますが、要は彼はアメリカ総局にいました、 NHK のね、いわゆる特派員なのにワシントンに豪邸を買ってるんですよ。ありえないでしょ、普通はレンタルじゃないですか、いつ帰ってくるかわからないわけですから、もう豪邸を買ってですね、そこにいろいろとそのこう招き入れてたんですけども、じゃあそのお金が約5億円ぐらいに不正に入ってるというのは NHK 局内報道局の中では有名な話で、あれ立場者どうしてるのってこうカメラマンの人とかいろいろと記者の人に聞かれるわけですよ。でそれに関しては僕がそのスポーツ報道センター年間200億超える予算があるんですが、予算が余るともう 1% 余るだけでも5億ですから、2億ですから、そのお金をですね NHK エンタープライズアメリカっていうのがあるんです。その NHK エンタープライズアメリカからイチロー選手の試合が例えば50本しかやってないのに80本作ったことにして請求をもらうと、1試合500万としても30本上乗せすると1億5000万円ボーンと不正にお金が払えるんですね。でこれは僕とネットアメリカ、まあ、NHK インタープライズアメリカの担当者がもう決めればそれで簡単に送金できます。できる。できます。やってきましたから。で予算余らせないように今年中のお金、今年度のお金は先払うわけです。その代わり来年のイチローの番組費は安く請求してねって約束はしてるんです。ところがあんまり変わらん請求が来てたんですよ。なるほど。どうなったのみたいな感じで思ってたんですけど、僕も忙しいしその裏帳簿なんでチェックできないのでほったらかししてたら、結局その NHK アメリカとそのアメリカ総局はもう隣に同じビルにいてですね、ここからバンバン金が流れてる。なるほど。もう全然裏金でこっちも払ってますから、その表向きの帳簿残さなくていいんですよ。ちなみに僕が払った時のネットアメリカの社長も380万ぐらいかなぐらいの不正で摘発されて辞めてますけどね。とにかく NHK エンタープライズアメリカの人たちはここで起こったことは絶対に言えないと、まあ、いまだに言わないと言いながら NHK の仕事してる人がいるんで、僕は訴えてきても負けませんからこれだけじゃねみんながやってるかという意識があるんだろうな。だからみんなが悪いことをしてるから、で悪いことして捕まっても見つかっても NHK の場合は黙ってたら関連会社にまた甘くなるんですよ。ああそうか。下着泥棒した人がそのまま関連会社にいたりとか、当然犯罪をした人ですよ、例えば、ソウル支局長も4000万5000万入れてるのに、いまだに NHK にいるんですよ。紅白チーフプロデューサーの上司、当時の部長です。ちょっと前の情報では出版協会っていうところがあります。ただ実質上は紅白の出場歌手を決めるのはいまだに、いまだに、これ文春の記者の情報ですけど、たまたま喫茶店に会った時にも僕の顔見た瞬間に顔色変わって逃げ出しましたから。あ、逃げた。まあそれぐらい悪いことをして見つかってもそれを黙っておける人間は NHK 内部ではまた出世するというか重用されるという。でも国民が怒らないから、 NHK がどんなに悪いことしても国民が怒らないから、また怒る先をどこに持っていったか分からないから、もう NHK はいくらこんな悪いことしても潰れないから、もうニュースにもならないし NHK の人たちも反省しないと。まあまあこんなのは状況で、まあ僕はそれを変えるために今 NHK から国民を守る党という党を作って、 その怒り、国民視聴者市民の怒りをですね、私の方に寄せていただいて NHK、まあ、買いたいというかね、見る人は払えばいいじゃんと、こんな NHK でもと、まあまあそんなことで、やっております。今までそういう不祥事に対して責任を取ったと言えたらあんまりおらんわけ。まあ、まあ、今で言えば茂木会長だろうけど、茂木会長とすればもう俺はもう呆れて物言えないという顔してるよね今。そうですね、あまりにもひどいと NHK は。もうそうですね、茂木会長はだから茂木会長の来る前から始まってることなので、その来てみたらびっくりだと。びっくりでしょうね。これは
だからもみ会長のせいにしようという動きはあるんですよ。あるんだよ、それはあるんです。これはあるんです。でもそれは全然違って、もみさんが来る前からやっててですね、でその調査チームが見つけられなかったのもね、5600万円払って、それで見つけられなかったのは NHK の職員たちが当然その関連会社よりも協力しないから、協力しないから隠すから、ね、隠すから、うん、でもみやめろというもみ追放のいわゆる反対運動まで起こしちゃったわけだから。そうですね、うん、だからもみさんをなんでね、これね、僕実際 NHK アイテクの今の現職の社員に聞いたんですが、もみさんの評価はすごくいいって言ってました。あ、いい、いいって言ってます、うん、これは、30代後半から40代前半の社員に聞いたんですが、もみ会長の局内での評価はすごくいいと、我々若手や本体の、ね、人間若手はもみさんの評価はいいけども、やっぱり19回っていうその経営委員とか、うん、いわゆる偉いさん、偉い人たちですね、うん、はもみさんをなんとか引きずり下ろそうとしてる。そうそうそう、悪いことができない目の上の単独だと。この NHK 問題は私は徹底的に不正追及をしていかなきゃいかんと。そうですね、やっぱり国民がこれだけに、まあ、馬鹿にされてるっていうのはね、まあ、他の役所もそうだけども、 NHK は特にひどすぎる、うん、それとまあコンテンツのレベルがどんどん年とともに良くなっていくならいいが、年とともに悪くなってるようにも思われる。もちろん視聴率も下がってるから、昨日も真田丸を見てね、今まで僕は NHK のあれをまあ見てきたけども、一番これはひどいキャスティングだと思うね、ひどすぎるあれは、うん、誰かこれはあのプロデューサー責任取ってもらわないかんだろう、一切僕は NHK を見ないので、NHK を見ないあってのを見ない見ないようにNHK だけ映らないアンテナってのをつけてますのでNHK だけ映らないアンテナをつけて取り付けてもらって、まあ、これで、うん、これで NHK 契約する必要性があるかどうかって明日ちょっと NHK の船橋に直接行ってですね、確認しようと思ってますが、うだうだ多分即答できないと思いますので即提訴して、そういった裁判も押していくということで考えております。いや本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。